はい、こんにちは、かばばです。今日は5月の20日、2022年もね、早くも5ヶ月経とうとしてます。これはね、ちょうど1年前になるんですが、2021年5月29日、尾瀬ヶ原の下の大堀で撮った画像です。至仏山の残雪をバックに咲き誇るこの可憐な水芭蕉、すごいですね。本当に圧倒されます。まさにね、この時期の尾瀬を象徴する風景なんですが、あれからちょうど1年経ちました。で、今年2022年なんですが、いよいよ来週の5月28日土曜日、待ちに待った尾瀬ヶ原トレッキングが近づいてきました。今年もね、見晴らしの尾瀬小屋さんに泊まって、まあ、写真を撮ったり、またビールとかね、美味しい料理をいただいたりして楽しみたいと思ってます。で、またその日にね、多くの山友さんもいらっしゃるというような話を聞いておりますので、正直言ってね、今からワクワク感が止まりません。それでね、今回ご紹介するのは、いつもねこの時期紹介してる尾瀬のトレッキング装備ではなくてですね、今回は尾瀬の小屋泊装備です。で、小屋泊装備といってもですね、まあ特にね、まあ、変わったものを持っていくわけではなくて、まあ、基本的にはこの時期の尾瀬トレッキング装備、それに小屋泊装備を加えたものなんですが、ただしね、今回はそれにプラスしてね、このご時世のコロナ対策アイテムというものを加えた、僕なりのコロナ禍での山小屋泊装備っていうのをご紹介したいと思います。過去のね、装備紹介に登場しているアイテムなんかはこうさっくりと流しちゃいますけど、今回初登場のアイテムはしっかりとご説明していきたいと思います。少しでもね、皆さんのお役に立てれば幸いだと思ってます。はい、それではですね、まずはトレッキング装備からご紹介します。まずね、レインウェア、これはモンベルのトレントフライヤーの上下、これはあのゴアテックスを使った非常に撥水性の高いレインウェアなんですが、非常に軽いんで、持ってってます。もう多分ね、買って7、8年目になりますけど、全然へたれません。で、続いて隣がですね、チェーンスパイクになります。まあ、鳩町市から下るにしても、まあ、三池からね、沼山峠越えてくにしても、やっぱりかなり残雪があると思うんですよね。あとはね、あやめ平から長沢新道下る場合も、まあ、結構雪残ってる場合があるんで、まあ、そういった時にも必要なんで持ってった方がいいと思います。続いてね、これが今年初めて持ってくやつなんですが、グローブです。はい、こちらがですね、モンベルのウィンドシェルグローブと。で、ウィンドシェルですから、まあ、基本的に防風効果が高いグローブなんですが、撥水効果も高いし、非常に保温効果もあると。レイングローブじゃないから、まあ、バン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 雨降っちゃった場合はダメですけど、まあ、ポツ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 程度の雨だったらもう全然これで問題ありません。あとね、これ非常にあったかいなと思ったのは、こう中がね、このようなクリマメッシュって言ったかな、非常に保温効果が高い裏地がついてますんで、非常にあったかいです。インナーグローブつければね、本当に冬のグローブと同じぐらいあったかくなります。あと、その隣のグローブがこちらですね、いわゆるね、指出しグローブですね。夏にかけてね、これぐらいで十分だと思います。特に雨とかね、冷たい風が吹かなければ、これでいきたいなと思ってます。その下のオレンジのがですね、 UL サーマラップジャケットって言いまして、中に薄い化繊の綿が入ってます。これダウンじゃないんで、まあ、行動着として使えますし、あとはね、汚れればほんとジャバジャバ洗えるんで、5月の終わりといってもね、尾瀬はまだまだ冬山なので、雪がちらつくこともあればですね、ものすごい冷たい風が吹き荒れることもあるんで、こういったサーマルもの、保温系のものっていうのはまだまだね、持ってく必要があると思います。こんなかさばるものでもないんでね、こういう中綿ジャケットを一つ忍ばせとくとね、非常に楽だと思います。はい、で、続いてね、これがカップですね。僕がよく使うね、ウィルドゥのフォルダーカップです。で、次に水のボトル、まあ、尾瀬の場合は、まあ、約1時間か1時間半おきに山小屋さんがあるんで、1リッターぐらいの、ウォーターボトルを持ってけば、まあ、十分じゃないかと思ってます。で、今回はプラティパスの1リッタルを持ってきます。で、続いてこの青いのがね、座布クッションですね。まあ、広げれば、まあ、座布団にもなりますし、このようにね、真四角に畳めるんで、まあ、枕代わりにもなるし、まあ、これ万能なんで持ってってます。あと、他に、まあ、ハンドタオルでありますとか、まあ、トイレットペーパーね、まあ、こういったものをザックに入れてます。あとはね、ヘッテンですね。まあ、ヘッテンはね、これはまあ入れとくのはまあ常識というかね、当たり前なんで入れてますけど、これもやっぱり必要だと思います。
あとこのグレーのポーチはですね、まあ、応急キットってまあ勝手に呼んでますけど、主にねあのバッファリンとか絆創膏とかね、あとあの細引きとか、まあ、その辺入れてます。はい、ここまでがですねこの時期の尾瀬トレッキング装備です。はい、でここからは小屋泊する上で、あると過ごしやすくなるアイテムのご紹介です。僕の場合ですけど、まあ、部屋着としてね、まあ、今回ね持ってこうと思ってるのはこのモンベルのクリマエアジャケットですね。非常にねふかふかのフリースでこれ気持ちいいです。あとその下がですねモンベルのシャミースのパンツ、この上下がねいいのは非常にあったかいってこともそうなんですけど軽いんですよ。このクリマエアジャケット、まあ、ふかふかなんですけど重さは 383g、 あとモンベルのシャミースのパンツが 262g ってことで、合わせてね、まあ、650 ぐらいなんで、まあ、部屋着とすればですね本当に着てる感覚がないぐらいね本当軽くていいやつだと思います。僕ね尾瀬行くときは必ずこう取るんですけど、朝5時ぐらいのこう朝もやの尾瀬ヶ原って非常に幻想的で綺麗なんですけど、これを撮影する場合ってね、あの気温が本当に0度近い日もあるんですよ。でこうフリースの上着があると、まあ、震えなくて済みますので、もしね朝早く撮影なんかする方は持ってった方がいいなと思います。で他にこの下がね着替え類ですね、下着ソックス類なんですが、尾瀬の山小屋っていうのはお風呂があるんですね。非常に素晴らしいんですけど、お風呂がありますのでお風呂用のタオル、まあ、バスタオルまではいかないですけど普通サイズのタオル、これを持っていくといいと思います。あとこの下がね使い捨てのスリッパなんですけど、まあ、気になる方はね使い捨てスリッパなどを持ってった方がいいかと思います。ここまでがですね部屋で過ごしやすくなるアイテムです。でここから先なんですがコロナ対策としてのアイテムになります。はい、これですね、これ何かって言いますとナンガのインナーシーツです。まあ、ちゃんとした名前はスリーピングバッグインナーシーツって言うんですけど、これはね優れものです。僕ってねすごい暑がりなんで、まあ、天白してもねシュラフは秋冬以外は被んないんですよ。そういう場合ねこのナンガのインナーシーツ、あの羽毛を抜いたねシュラフみたいなもんなんで非常に薄いから体温調整も楽だし、まあ、このようにかさばらないんで、夏場の天白にはねあのシュラフ代わりに持っていくことがあります。ですのであの山小屋でね、まあ、お布団はね皆さん共同のものを使うんですけど、そういったものを気になる方は、まあ、このインナーシーツをお使いになると非常に快適に寝れるんじゃないかと思います。はい、あと続いてねあのやっぱりコロナ消毒セットと、まあ、勝手に呼んでますけど、はい、こういうやつです。こちらがアルコールのスプレーで、こちらがウェットシートですね。あとはねこのようなこうケースに入った体温計とかね、あとは予備のマスクとか、こういったものも当然ながら今のご時世持ってった方がいいんじゃないかなというふうに思います。というわけでございましてね、今回の尾瀬小屋泊の装備ということでこれらのものを持っておこうと思ってるんですが、これザックに入れるわけですけど、ここには33リッターのオスプレイのタロンというザックを用意してます。この中にこの装備をね入れてみますね。はい、というわけでございましてね、今ザックの重さを測ったらちょうど4キロでした。ザックプラス中身ですね、これの合計が4キロで、実際には、まあ、さっきのプラティパスのボトルに、まあ、1リッター水を入れてきますので、まあ、さらに1キロ増えるわけです。そうすると、まあ、ザックプラス中身プラス水でちょうど5キロということになります。まあ、実際はねそれ以外にまあ上を着たりあの靴を履いたりするんで、まあ、総重量的にはまあかなり重くなりますけど、今回の、まあ、尾瀬の山小屋泊、まあ、コロナ対策品なんかも入れてですね、水込みで合計5キロということなんで、こうそこそこ軽くできましたね。はい、というわけでございまして、今回ね、皆さんにご紹介させていただいたのは、コロナ禍での山小屋泊装備という動画でした。はい、ご視聴ありがとうございました。カパパでした。